よし、はい、OK。 皆さんこんにちは。はい、始まりました、リリーの飴玉。今日もエリートジムでトレーニングにやってきてます。ということで、今日はお腹に負担をかけすぎない、トレーニングを教えていただきながら実践してます。今お腹の中の赤ちゃんは 2500g くらいなので、もちろんダンベルも出るがお腹に感じです。10キロぐらいね、こうやって持った状態で、はい、1日過ごしてるからすごい ね。今前にトレーニングの動画アップしたんですけど、その動画で着てたセットアップ、多分これ全く一緒です。めっちゃ伸びるんで今日履けてますけど、ビフォーアフター、またビフォーに戻るまでの様子を撮れればこんなんです。おしゃれなマタニティフォトみたいな全然撮ってないです。なんかお腹になんかね、第4回ね、はい、なんかめっちゃ可愛いと思ったんですけど、もうでもいますかね、できるチャンスないから。ねえ、でも記念なんだよね。なんかはね、やっといた方がいいんだろうな、あとあと後悔しそう、やっとけばよかったって。写真撮るね、写真撮る、うん、カメラ屋さん、カメラ、これプロの。あ、そうですね、これからね、立ち姿美しくしてもう自分の今の体型のフォルムが面白すぎてツボなんですけど、人間ってすごい。よし、OK。 産後めっちゃ上がりたいです。あー、いや、もっといいな。怖い。いいから、もうバンバン来てもうね、すいませんけど。なんかもう今できないこといっぱいやりたいな。ちょっとね、脈を上げつつ、はい、腹筋周りが締めていく、もう有酸素系のトレーニングを、はい、ここから肘引くだけ、なんかこう、はい、すごいみんな反ったりしてるけど、うん、肘引くだけでいいんで、はい、ここで背中ちゃんの使えるので、はい、はい、ちょっと後ろ下がってきて、ここからよいしょ、すごい、ここでもパンってここで回るね、当たるからね、そう、肩入れた、距離が近い、でも十分効いてます、なんか肺見つかってる感じだな、OK、腕でも右腕でもいい、腕遠く伸ばして、あと2回だけ、そうそう、 OK。
3センチ上。そう、体重は3センチ上の方。すごい、めっちゃお尻と全部きますね。